で、僕は日本人とオランダ人が一緒にやるなんてことも、そういう会社もないんだよ、二人で。で、僕はそこに行って、もともとアメリカの会社に30年以上いたから、で、彼、ドイツ語できるんで、日本語、英語、もちろんオランダできる、日本の英語とドイツ語で、で、関係だったら、海外支援、調査、研究、開発、研修やるよって言って、例えば、東南アジアに攻めたいとか、ヨーロッパ攻めたいってなったら、その会社の風土とかね、レベルを調べて、どれぐらいギャップあるかってことを測定して、で、その研修をあげるよってしてあげる。どうしたらいいかって、そのシナリオを書いてあげるよ。そんなことやろうと思って。で、ただこの、僕の先生はどこまでタオルを取れるかわかんないけど、そういう研修科目ね、これあるでしょ。で、日曜は、歴史哲学宗教ビジネスにおけるギャップ。まあ、ファンダメンタルね、それから人間関係構築。例えばさ、これなんかすごいんだよ。徹底的に、例えばさ、日本人が最も増えているとする信頼関係ね、築く。相手の気持ちがどうなのかわからない。誤解と不信感を持たれてるでしょ？交渉できない。だったら、徹底的に分析、対応するプログラムを作りますよ、つって。信頼関係、契約の取り方、状況に応じた心理状況の変化、どう取るか。応対責任役割、検討、個人的仕上がり。うちの大学の藤田先生みたいですね。彼は、なんか、企業心理学の、なんか、あ、そうなの。研修やってるみたいで、この間、やってました、一芸名の授業で。これね、何がすごいかって言ったらね、俺、ここにちょっと書いてないけど、ロールモデルってさ、英語でさ、英語でやるんだよ、全部。違うかっていうとさ、すごいね、この資料。問題は何が問題かっていうとね、その構図別僕の特色は、英語と日本語なんだ。例えばさ、例えば、今言ったこう、国際関係の人間関係を改善するって言ったらさ、ロールモデルって言ったらさ、僕の方がオランダ人と日本人とで、もしくは僕が間に入って、で、英語でやるんですよ。これどう思うと、What do you think about this issue? ってこれやるわけですね。彼は英語で答える。彼女英語で答える。それに対して、オランダ人が、No, no, it's different from your idea, your thought. ってこうやって言うわけですよね。そうするようなカンバセーションを通じて、人間関係、それじゃあどうしていいんですかっていうようなことを教える。これロールモデル書いてないけど、今日作ってからまだ入れてないけど。それをね、例えば、グローバル化が僕のテーマだから、グローバリゼーションの中で、それをやっていくときにね、どういうふうにこう、対応したらいいのか。で、彼はなんで僕はヨーロッパ人を選んだのか、アメリカ人じゃないのかっていうと、アメリカ人は優しいんですよ。ロールモデル優しいんだ。なぜかってアメリカ人とオープンマインドで、オープンマインドだから、心開くんですよ。だから、言ったことに対して、cry, no, 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 it's different. It's my different opinion I have とか言ってくるけど、ヨーロッパ人言わない。もう、もともと頭から馬鹿にしてるからさ、簡単に心開かない。それどうすれば開いて、どうすれば良いコミュニケーションするのかってことを、毎週土曜日午後ずっと4年もやってきたから、もうそんなこといくらでもやって、こんなの朝飯前だ。だからプログラム何にも書かなくても10回くらいバーってできるわけですよ、俺たちは。彼と、ペアで。だから、なんていうの、あれ、漫才師みたいな。ね。だから俺と彼で、二人でロールモデルやってもいいんだよ。もしくは誰か英語できるやつでやらせて、俺はノーノー、違うよとこうだよって、日本語と英語と混ぜながら。で、英語だけだったら日本人わかんなくなっちゃうから、だから俺が日本語で教えてあげるよって。俺と彼でもやってるから、それはできるわけね。それ日本でね、そういう学校ない。こういうパターンですよ。すごい先生いっぱいいるんだ。でも英語できない。